座った状態で、後ろをこう振り返ると、もういきなりこの辺に壁があって、うわーっていう、まあ、柱があるんですけど、そいつがドカーンとこう視界を遮ってしまっていて、お、すげえ 自動駐車面白すぎますね 今日やっぱり安全装備、ホンダだったらホンダセンシングっていう、まあ、安全装備のこう総称みたいなのがあるんですけど、そのバージョンのこう新しい古いでこうできることがやっぱ変わってくるというのがだいぶ分かってきましたというので、フィット一押しで考え始めたんですけど、そうするとですね、いろいろまあそのホンダフィット検索エンジンでこう探していくと、どうもですね、今度はトヨタのヤリスっていう車種があって、どうもそれが対抗馬、ライバルらしいっていうことが分かってきました。見た目のこうフォルムはですね、かっこいいんですよね。こう後ろの方がいまいち、そのホンダフィットとかホンダシャトルってあんまりかっこよくはないっていうふうに言われていて、そこへ行くとそのヤリスは後ろ側が割とこう丸い感じになっていて、ちょっとこう、なんて言うんですかね、ヨーロピアン系のこう車を意識してるような形状なんですね。で、まあ非常に乗っててかっこいいし、売れてるのもどうもホンダフィットとヤリスと比べると圧倒的にヤリスの方は多いらしいんですよ。で、ほほーとなり、やっぱりその前回そのトヨタカローラフィールダーに乗ってたんで、じゃあトヨタも行けますかっていうので、最寄りのディーラーさんに実際に試乗に行ってまいりました。で、まあそのこれが噂のヤリスかっていうので一通り触らせてもらって、どうもね、自分の感覚には合わないなっていうのが結論でした。で、まあまずですね、運転席から見た時のその視界があんまり良くないんですね。じゃあちょっと運転席に。はい。よいしょ。なるほど。一つは前方、特に斜め前ですよね。こう斜め前にピラーといって、天井とこう、なんていうんですかね、ボディをこう支えてる、まあ、柱があるんですけど、そいつがドカーンとこう視界を遮ってしまっていて、斜め前をこう斜め前、斜め前見ようとした時に、すごい分かりづらいっていうのが、まず第一の感想でした。で、あと、後ろですね。後ろにディーラーの、人自身が座ってる状態で試乗させてもらうわけなんですけど、例えば車を左に曲がっていこうとした時に、こうやっぱり左後ろを肉眼でこう確認するじゃないですか。そしたら左後ろ、おおってこう目が 合うっていうかね、すごい近いところにそのディーラーさんがいるので、こう目が合った上で、その後ろにリアのこうガラスがあって、それが非常に面積がやっぱり狭いので、後ろから、特に左後ろ、右後ろから何か車が来てるのかどうかっていうのが、これ結構分かりづらいなと。何回かその右曲がったり左曲がったりっていうルートを試乗させてもらったんですけど、これね、多分年齢層が若い方で、その一人でまあ乗るか、あとはまあ二人でね、デートするとか、そういう時の車としては非常にこれいいんだと思うんですけど、どうもね、なんかピーキーな運転全くしませんみたいな人からすると、どっちかっていうと、その視界が開けてる方がやっぱりいいわけですよ。そんなにこうキビキビ走らなくていいから、見晴らしがいい方が優先なので、そういう意味だとヤリスちょっと違うのかなっていう感じでした。あとは後部座席に実際自分も座ってみたんですけど、実際試乗した時は、ヤリスは一人で行ったんで、まあね、結構狭いですね。なんていうか、乗り込む時に、足をこう、よっこらしょっていう感じで、滑り込ませてからの、実際に、その後部座席に、まあ座ると、映ってるかな？膝何個分のスペースがありますっていうんですけど、拳そうですね、1個分か1.5個分ぐらいしかスペースが、まず膝のところにない。のと、なんていうんですかね、前方のその座席の位置にもよるんですね。前の方の座席に座ってる人が結構その足の長い人で、座席をこうグイって下げてくるとほとんど隙間がなくなっちゃうんですよね。っていう前側の狭さと、あとその後方ですよね。私は基本的に座高が高いんですけど、そうすると座った状態で
後ろをこう振り返ると、もういきなりこの辺に壁があって、うわーっていう、そういうね、なんかこう狭さがあって、これはちょっときついかなーというね、あの超昔の2ドアカーみたいにね、その前の人が一回降りて、後ろのこう座席の人がよっこいしょって前の座席をこう動かして出るとか、そこまではいかないんですけど、ただ感覚的にはそれにほとんど近いかなっていう感じはします。非常に後部座席にとっては狭いかなっていうのは、これはマイナスポイントその2ですね。で、まあいいところを逆に挙げるとするなら、まあ、安全装備の中でですね、自動パーキング機能っていうのがあって、これがねめちゃめちゃ便利ですね。10年前ぐらいとかだとバレットパーキング機能っていうのかな、まあ、メーカーによっていろんな名前で呼ばれてると思うんですけど、その駐車場のこう位置を、駐車位置を自動で車が把握してカメラでちゃんと捉えて、こう曲がっていけばいいんだなっていうんで、自動的にハンドルをこう操作して後ろにこうバックしてこう止めてくれる、そういう機能があるんです。でこのまままたブレーキ離してもらう、はい、ブレーキ交代します。おすげえなんじゃこれわあ。こんな感じで、お自分で直してる、そうですね。これはホンダフィットにもシャトルにもないです。いや、すごい便利ですよ。その車庫入れそんなにめちゃめちゃ得意な人ではない。まあ、やらせれば、まあ、まあまあ普通にできるんですけど、そんなにこう慣れてない駐車場でピシャーっとこう一発で止められる自信がお前あんのかっていうと、すいませんっていうちょっと一回ぐらい切り返してもいいですかっていうぐらいの割と凡人のあの運転技術の人なので、あんまり得意な認識はないんですよね。そういう意味だと自動でこうやってくれるといいなっていうので感動しましたが、ただ自動パーキング機能もちょっと制約があって、カメラで少しでもこう捉えられないと、あ、ちょっとそこじゃわかんないんでもう少し前進してくださいとかって、その自動モードに入る前に何回か車に怒られるんですよね。よいしょ。もしよかったらバックの感覚とか。あ、ぜひぜひ。はい。どこでも結構。この辺にいるんですか？どこでもいいです。はい。駐車ってやついてるんで。はい。ここを押してもらっていいですか？パーキング。はい。で、うん。あれや？もうちょっと下がってもらう。下がる。後ろ人いない。こうですか？この状態で。はい。もうちょっと右に寄せられますこっち側に。はい、はい、わかりました。こうですか？はい、前です。もうちょっと下がれって言われてますね。そっちに寄せてもらうようなイメージになるんで、右に寄せる。そうですね、はい、なのでもうちょっと下がってもらって、はい、で平行にまた戻すと、ね、そうですね、平行にしてもらって、はいはい、でこの辺どうしてみましょうか。はい、あ、ちょっと待ってね。はい、これで。あ、これ来ましたね。おお。これ開始って押してもらっていいですか？はい。これブレーキ踏んだまま？あ、そうです。踏んだまま押してもらって。はい。発進するには、ブレーキを離してください。前進します。おお。怖っ。何これ。あと、その、後ろにバックして車を入れる際に、その、ギアをドライブからバックにこう切り替えないといけないんですけど、そこは、手動だし、あとそのブレーキから足離してくださいとかいろいろ指示されるんですよね。で、うん、ブレーキ離して、はい、でシフトを、おー、はい、で1回じゃ入りきんないからもう一度前に出してください、そのためにドライブに入れてくださいとか、そこでこう手動でやったりとかで、ブレーキからまた足離してくださいって言われて、でブレーキを踏んでください、はい、また多分もう一回出たがると、うん、そこは自分で手動なんですね。ブレーキ踏むのとこっちは手動になります、ね、これで一回まっすぐにしてくれて、はい、でまたブレーキ踏んで、あ、なるほど、あ、そういうことなんだ。発進する、交代します。おー、結構狭い駐車場とか、はい、そういうのだと効かなくなっちゃったりするんで、へー、結構ここ今車何もなくて広い状態なので、はい、
で、これで止まった。パーキングにしてください。おこんなイメージです、ね。なるほど。ここハンドブレーキはまあ引かないとダメですね。引かないといけなくなっちゃいます。はい、っていうので、割とこう運転席のドライバーが操り人形みたいにこうしてください。はい。結構ね、なんかあのマリオネット状態になりながらの自動パーキングなので、まあそんなにこう一発ボタン一発でこうどんな環境でも滑らかにスルスル入っていけるのかっていうと、ちょっとねそうではないかなという印象でした。かつヤリス基本の価格は非常に安いんですけど、ハイブリッド車にしてその安全装備をつけてってやっていくとどんどん高くなってっちゃうんですね。そのヤリスの多分売れてる最大の理由の一つって、まあ価格がそもそも安いことだと思うんですけど、本当にね安全装備もホンダセンシングに相当する、そうトヨタセーフティセンスっていう名前で呼ばれてるんですけど、そいつが全くない状態がスタート状態で、で安全装備を足して自動パーキング機能を足してってやっていくとホンダフィットとあんまり変わらなくなってきちゃうんですよね。結局ね、なんかそこが結構ミソっていうか、スタートアッププライスが結構安いので割と皆さんねなんかこう誘導されてるんじゃないのかなっていう気もちょっとしますよって、これから買いたい人にはちょっとそのようにアドバイスしておきます。